真ん中よりややちょっと前に上から下にバットを落とす真逆の練習をしてます。皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、選手解説ですね、吉田正尚選手やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではね、久しぶりの選手解説なんですけど、吉田正尚選手、今ね、プロ野球で最も三振が少ないバッターと言われてるんですけども、三振が少ない秘訣と打ち方ですよね、構え方から指導の仕方、そしてスイングの軌道、ここら辺もね、詳しくやっていけたらなと思います。吉田正尚選手ね、イメージとしてはですね、豪快なホームランのイメージありますよね。体自体は小さいですけど、こう豪快にバチッとこう振り抜いて、バットが下に落ちながらバーン打球を上げていくようなイメージがあると思うんですけども、練習の仕方だったりとか意識っていうのはこういう感じではないですね。イメージとして皆さんこういうね、こう豪快にバチッとこういう風に入れてるようなイメージはあるんですけど、本人ね、今ね、動画とかで結構出てると思うんですけど、真逆の練習をしてます。で、例えばですけど、イメージとしてはこう下からね、こう入れてグッていってるようなイメージですけど、本人の練習は上から強く叩く練習をメインとしてやってます。なので、そこがポイントですね。イメージとか見た見まねでやってしまうと、どうしてもこういう入り方してしまいがちなんですけど、実はそうじゃないよというところです。じゃあ構えからいくんですね。構えは固定されている状態ですかね。下半身の左足の股関節にグッと体重が入った状態で、もうこれ以上動かない。で、バットはすごく軽い状態ですね。やや下にある感じ、肩より下にある感じの構えです。で、ここでポイントなんですけど、体重がこう軸足が乗ってるからって体がこっちに行ってるわけではないですね。体は真ん中よりややちょっと前気味、こういうふうなイメージですね。なので、小さい動きでもボールに入っていきやすい体勢になっているということですね。ここが一つ構えのポイントですね。で、そこからテイクバックに入るんですけど、テイクバックはこうね、足上げてこう大きくこう開く、こう割るっていう感覚よりも、その場で小さくまとまる、小さくまとまって、この反動、この反動が勝手に割れを生み出して、スイングに入っていくという形です。なので、構えてグッとこう構えたら、こんなもんですね。これぐらいです、イメージは。こういう大きな動きじゃなくて小さい動きで、この小さい動きがポイントで三振を減らせるということです。動きが小さいということは、自分の体のブレというのが少なくなるので、当然ボールも長く見れますし、最後までボールを引きつけることができます。大きい動きですだとタイミングがすごく大事になってくるんですけど、小さい動きの中でやっていく分、捉える確率が上がるということですね。そこにも三振しない理由が含まれています。はい、でそこから軌道に入っていくんですけど、軌道は先ほど言ったね、イメージで言うとこういうイメージがありますよね。でも吉田選手の場合は、この状態から上から下にバットを落とす、最短距離でしかも落とすと、自分の中では、そういう気持ちでやってるというふうに言ってます。なので、最近ね、結構ホームラン打ってるんですけど、逆方向のホームランすごく多いですよね。でその理由が、ポイントが近いところでバットを落としてる、上げてるんじゃなくて落としてるからこそ、逆方向に近いポイントでホームラン、長打を生み出しているということなんですね。なので、軌道的には上から下に落として、こういうふうになってるイメージです。最初から正面からいくと、こうなった時にこういうイメージですね。これがね、吉田選手の三振が少ない秘密、そしてヒットを量産できる秘密。僕はね、右バッターなんで、ちょっと右でやるんですけども、吉田選手がやってる練習法の一つとして、いつも普段はね、オキティとかでやってると思うんですけど、今回はね、ティーバッティングでやるんですけど、まず片手から、左手から、ここからイメージは最短で落とす、こういうイメージですね。こういう練習をします。で、この反対もですね、同じように落とす、落とす、こういうイメージですね。で、これから両手に入っていくと。で、両手に入っていった時にポイント近くで
落としてこういうふうに使ってる。ですね。だから試合で見てる吉田選手とはまた全然違うような感じになるんですけど、でも練習の意識としてはこういうふうなイメージということですね。でここからじゃあ今度はインコースを作る。投げ手の方の人を向いてネットに打ち返すんですけど、この時も上から下に落とすことで強い打球を生み出す。こういう裏返りですね。で最後にね、合わせていきます。軸足を溜めた状作った状態でちょっと前気味、こういう感じですね。小さい動きからこういう感じですね。小さい動きから体の近くでバッと落とすイメージでスイングする。で強くコンタクトすると、吉田選手も言ってるんですけど、強くコンタクトする、これが一番のポイントですね。強く振りに行ったりとかじゃなくて、近くに来たボールを強くコンタクト、強く叩きに行くというようなイメージで強い打球が生まれているということなんで、決してね、前のポイントでボーンと豪快に振ってるように思いがちですけど、実は近いところでコンパクトに強く振ってるっていうところが大事なところです。なのでね、吉田選手をね、こう参考にしてるバッターの方とか、まあ、これから参考にしたいバッターの方とかは、選手の方は、そこら辺を見てやってみてください。こうね、イメージとしては豪快に行きがちなんですけど、実は細かいこと、技術が最後いっぱい含まれてる分、打球もね、強い打球、そして逆方向に強い打球が生まれているということなんで、ちなみにね、バッティング練習などはやっぱり逆方向を意識してるバッティングしてるっていうね、いうふうにね、動画でもね紹介されてるんで、その辺も見てやってみると、吉田選手に近いバッティングができるようになると思います。皆さんもね、試してやってみてください。このですね、吉田選手のバッティングフォームっていうか、バッティングの解説なんですけど、別にね、吉田選手を丸々真似するわけではなくて、今ね、伝えたようなポイントを押さえてやることで、その近いバッティングができるようになるということなんで、別に吉田選手の体で、体つきもみんなそれぞれ違うと思うんで、そういう真似じゃなくて、ポイントを押さえて練習することが大事なんでね、そこも含めて、やってみて、チャレンジしてみてください。この動画がね、良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それでは失礼します。